リファイト今回はですね声だけなんですけどもえ先日リファイトクラブの昇級試験を受けましてまあ5級をね受験させていただきましたえ普段のトレーニングの後に少し時間をいただいてえそこでやったわけなんですけども実は前回ねこの昇級テストを希望して受けるときにえちょっとした撮影トラブルというか乱入がございましてねちょっと中断になったのを伸ばしていただいたってことになりますえ今回の受験に 審査してくださいましてありがとうございましたで昇級テストの結果が返ってきましたこのようになってますねえー、種目は5つ6つにわたってましてまずはあの構えですね構えではちょっと減点があるんですけども腰が引けているのでもう少し前に出して、えー、左足右足に均等に体重が乗るようにってことでこれはね多分ね試合の時もここで悪いところが出ちゃったのかなと うん、で腰が引けた感じで、えー、この構えを作っていましたんであの相手選手の攻撃にですねやっぱりきちんとしたあステップワークでの対応ができなかったんですよで結果あ体を正面に向けないといけないのをぐるっとね一瞬背中を相手選手に向けたような感じで一回転しちゃったみたいなところでもうガタついちゃったかなってところですね、うん、だからやっぱここのね腰をねちゃんと引いてあのまあなんですかね どういう意味でなっちゃったのかっていうのは自分でもこうよく動画を検証していかないとわからないんですけどもた、まあ、多分ねあのゆっくりとしたしっかりとしたフォームを作らずに、まあ、どうしてもねあの実戦の試合ばっかりを見ちゃうんでスピード優先って言いますか気が焦ってるんだと思うんですよね、まあ、落ち着いてまたしっかりと足場を整えていこうと思います え次でステップワークですね。1、えー、ステップごとに一瞬止まっていますと流れるようにスムーズにいきましょうということで原点があります。これも1回1回パチパチと止まっちゃうのは実際の試合ではあ多分、うん、全然通用しないと思いますので、ね、ステップワークというからには1ステップで終わるんじゃなくてやっぱりね、3ステップごとにトントントンと進むようにしていきたいかなってというところですね。これは反復横跳びの俊敏性をもうちょっと活用していかないとというところでございます。で、ジャブなんですけども まあ、あの、一応限定はないんですけども、新しい課題をいただきました。フォームはできているんだけども、お力を抜いてですね、えー、スピードをつけていこうってことで、まあ、ジャブはね、あの、一番やった形ではあると思いますけども、まあ、ジャブっていうのは、なんですかね、えー、なんか、左が世界を取るみたいなことを言われてましたよね、ボクシングではね。だから、ジャブがちゃんとできないと、ワンツーも当然できないですし、それに続く、えー、フックとかアッパーも効果が薄いってことなんでしょうね。 ジャブをやっぱり、えー、マスターしていいいきたいと思います、えー、次、ワンツーですね。ストレートの戻し、もうちょっと早くしないと、次の攻撃なり防御に対応できないと思いますので、ここは次の課題になると思います。一応少し減点はいただいてますけども、次への課題でね、えー、この20点満点を25点ぐらいにできるようにしようと思いますね。えー、次、えー、ミドルキックです。ミドルキックも一番たくさんやっているキックであって、リファイトクラブではやっぱりね、 ミドルキックのチャンピオンが、会長でやってくれてますんで、みんなミドルキックが上手にならないといけないかなってところです。で、私もミドルキックはあ一番練習してるところかなと思いますし、特に右のミドルはね、なんとなく足も上がってるんで、えー、これからね、もうちょっと相手を倒せるぐらいの蹴りのパワーと体重を乗せた、そんなね、腰構えを作っていこうと思います。えー、腰が引けた構えが修正できるといいねってことなんで、ここにも関係してますよね。 だからファイティングポーズをしっかりと作るっていうのがあの全ての攻撃防御そして蹴りですとかねステップワークに関連するってことがこれで分かりますで腕立て伏せと腹筋ですけどもこちらの方は丸を頂い,いてます、うんまあ、スタミナは、まあ、今回ね、えー、最低でも間に合わせないといけないと思ったんで2ラウンド2分 これを戦えるスタミナをつけて、えー、いけたのかなと思います。実際試合でもスタミナがね、90%ぐらい残った状態で終わっちゃいましたからね、ちょっとその辺はあ、不完全燃焼だったんで、あの、ダウンでね、退場させられないように、少なくとも2分2ラウンドが戦えるようにやっていきたいかなと思います。ラウンドガールのね、2ラウンド目のあのボードも見たいですからね、やっぱりね。はい、えー、それでは86点で合格いただきまして、で、合格少々がここにあるということでございます。 非常に嬉しいですね。はい。で、ボく君のこうサインも入ってますね、えー。皆さんもね、こうやって、大人になるとなかなか症状をもらえる機会は少なくなりますしあの、試験を受けるチャンスも減ると思うんですよ。よく試験を受ける人でも、年に一回とか数年に一回だと思いますけども、やっぱり新しい挑戦っていうのはね、誰かに認めてもらうってことも込みでだと思いますんで、こうした、 公式の認定書っていうのをそれぞれ取っていきたい、目指していきたいかなというところでございます。はい。今回の動画は以上です。リファイト